ートレース小島10月のセカンドシーズン創刊75周年記念スポーツ日本杯、いよいよ頂点を決める戦いとなりました。第12レースは優勝戦です。1号艇には藤原啓志郎、2号艇には丸岡正則、3号艇には原田幸也、4号艇丹下珠津、5号艇には村岡健人、6号艇小池哲也、以上6選手の対戦です。最終カードは9番通りの並びということになりました。人気の中心に押されました。今年は大ブレイク、その勢いそのままに今節はシリーズリーダーを務めました。1番人気は1号艇地元の藤原です。2コースフライング休み明けの今節でしたが、的確なレース運びで優秀です。2号艇の丸岡、3コース初日からずっと気力に苦しんだ一節間でしたが、ここまで自力でカバーしてきました3号艇原田。4コース下げて小島は5年以上のブランクはあったものの、当地連覇がかかります4号艇の丹下。5コース昨日の陣は気合のスタート力で攻めていってのファイナル進出、5号艇地元の村岡。最アウト6コース先月の年間のデビュー初優勝を飾っています。リズムは好調です。6号艇の小池、進入スタイルはスロー査定、ダッシュ査定、枠なりです。第12レースは優勝戦。インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。今スタートの下、3コース3コース早かった。3号艇の原田、現在スタートは審議中、スタート審議中、お手元の投票券大切にお持ちください。3号艇の原田早かった、現在スタートは審議中、スタート審議中となっております。お手元の投票券大切にお持ちください。ここでお知らせいたします。3号艇の原田幸也フライング変換欠場、3号艇の原田フライング変換欠場となりました。従いまして3号艇に関する投票権全て変換です。レース終了まで大切にお持ちくださいませ。号艇が残って先頭1号艇地元の藤原で、2番手は2号艇の丸岡で、3番手4号艇5号艇接戦、レースは西村の1コーラー。2番手3番手の攻防戦は2号艇の丸岡の後方から4号艇5号艇殺到する。5番手から出番です。6号艇の小池向こう攻めに折り返すも、2番手かわして2号艇の丸岡、3番手外を通って4号艇の丹下、さあ4番手から追いかけて5号艇の村岡、5番手最後方は6号艇の小池。レースは2周目はクロット、先頭は1号艇藤原啓志郎、2番手は2号艇の丸岡正則、3番手5号艇4号艇が競り合った。切り込んで6号艇の小池ホームに移るも、3番手逆転5号艇地元の村岡で、上田家は1、2、5、レースは残り1周となりました。なおこのレース3号艇の原田幸也フライング変換欠場、3号艇の原田フライング変換欠場となりました。従いまして3号艇に関する投票権全て変換です。レース終了まで大切にお持ちください。こちらは0台前半でした。03あたりでしょうか。先頭1号艇地元の藤原、2番手は2号艇の丸岡、3番手道中逆転5号艇の村岡、長打家は1、2、5、ラストコーナーの世界、今年2回目、通算5回目、先頭1号艇藤原、2番手2号艇丸岡、3番手5号艇地元の村岡、長打家1、2、5、先頭1番藤原啓志郎優勝のゴール、2着2番の丸岡、3着5番の村岡ゴール、6番小池、ラストは4番丹下がゴール。なおこのレース3号艇の原田幸也フライング変換欠場となっております。ご注意ください。以上、小島第12レースでした。